い、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エンティブロークです。はい、ということでとうとうエクアドルに入国しました。キッドのキッドに着きました。めちゃめちゃ寒い最近毎回なんか新しい街に来たら寒いですしか言えない。そう、エクアドルの首都なんだけど標高 2000m 以上のところにあって、今 3000m にあっている。本当に富士山に、そうだね、富士山の高いところに街が建ってるみたいな。でね、このキトの町ね、思った以上にでかい。でかい。今ここから見たらでかい。そう、今ちょうどね、高台に上がってきて、町をね、上から見下ろせるところに来たんだけど。はい、今から見せます。ちょっと待ってね、めちゃめちゃでかい。おう、お、見てこれ。名前忘れちゃったけど、ちょっと名前よくわかんないんだけど、仏像、仏像じゃないよ仏像じゃなくて、銅像が立ってる。やっぱ、キリスト教のなんていう、あ、マリアさん、ジーザスのお母さん、あ、マリア聖母だね。マリアさんが立ってる。ちなみにね、キトはね、さっき言ったけど山の中にあるから、この首都なんだけど四方八方をね、山に囲まれてます。メディンと同じ。そうで、さっき聞いたんだけど長さがね、40キロぐらいあって横幅は8キロぐらい。だから本当に細長い大都市がザーって山に沿って作られてる感じかな。ちょっと見せます。でかくない？で、エクアドルもね、思ってた以上にね、都会だったね。高層ビルバンバン建ってるし、ね、南米はね、思った以上に全部の国がね、今のところ訪れてる国は想像以上にモダンだし、都会だし。ちょっと今ね、昼ご飯を食べに来ました。ローカルの人しかいないようなローカルレストランだね。はい、ということでね、今首都のキトからバスに乗って1時間ぐらい北の方にやってきました。なんで？エクアドルってね、国境が通ってるんだよね。国境じゃない、国境が通ってる。エクアドルって赤道が通ってるんだよね。で、まさにエクアドルっていう国の名前もスペイン語で赤道っていう意味だから、今ね、その赤道を、地球の真ん中を見に来たわけです。でね、ちょっと風が強い。山が、本当周り山なんだけどね、風が強い。チケットを買わなきゃ。はい、チケット買います。はい、早速今ね、ゲートを入ってきました。で、あの、ちょうどこのど真ん中になんかすごいモダンなモニュメントみたいのが立ってて、真ん中には地球みたいな、サッカーボールみたいな、そんなものがぶっ刺さってます。なんかミュージアムっていうよりは一つの村みたいな感じになってる。多分相当広いんだと思う。おお、これが赤道かもよ。真ん中に線が引いてあるよ。南半球。インタビュー。まさかの地元学生によるインタビューが始まりました。がっつりカンペがあります。And the beautiful nature of Ecuador. アホだな。なんかエクアドルの民族舞踊みたいなことやってる。どうですか？もうちょっと練習しなきゃいけないな。厳しいな。はい、今どこに来ました？赤道に来ました。さっき赤道行ったでしょ？いや、それは嘘だ。嘘？どういうこと？あれは嘘の赤道、ここは本当です。マジで？本当の赤道がこんな、なんか手作りみたいなもんなの？
なんかね、レナによるとね、赤道の位置が動いてて、で、今行ってるのが本当に2019年時点で赤道になってる場所。赤道が動くって本当かな？5キロも動くの？あ、5キロも動くの？赤道が？どういうこと？地球がこう、楕円形に変形してるってこと？ちょっと今中に入ってきたんだけど、急になんか先住民の住処みたいになってる。はい、ということで今入り口に来て、入場料がいくら？4ドル。そういう作戦かもしれない。赤道を2つ作って5ドルと4ドルを観光客からむしり取ろうっていう策略かもしれない。今ね、卵を立てようとしてます。ちょうど赤道の直下だから卵が立つんだって。まああとはレナの能力だね。めっちゃ下手だよ。バランス感覚によるね。バランス感覚が全くない。下手くそだな。無理だわ。おめでとうございます。今ね、赤道の上で目を閉じて両手を広げてまっすぐ進めるかどうかっていう実験をやってます。めちゃめちゃ簡単でしょ。そう言うけどね。やばくない？ I think I'm doing a really good job. Yes, you are. Good job. So now just, do you mind drawing away from the line? 今赤道から外れました。 Yeah, it's easier. It's easier. なんでだろうね。 That's the thing. Those are experimental exercises.はい、ということでオフィシャルな赤道、ちょうどここがね、緯度が0度ゼロー、ラティチュード 0.000 オフィシャルの GPS で使われてる本当の地球の真ん中で、さっきの俺らが言ってた南に140m ぐらい240モニュメントがあるんだけど、あれはフランス人が勝手に作ったんだって。失敗した。あ、ちなみにこのね、赤道上で体重を測るとね、遠心力の関係なのかな、体重が1キロぐらい軽くなるらしいです。なので体重を気にしている女性の皆さん、体重を気にしている女性のあなた、ここで体重を測るとちょっとハッピーになります。ということでね、地球のど真ん中からチャンネル登録よろしくね。そうだね。ということでバイバーイ。ということで今ね、キロトワっていう村にやってきました。ここはキロトワっていう村、あの火山の噴火でできたくぼみに雨水が溜まってできた湖で、